帯広市役所からのご案内です。まずプラザエンジョイスクール2月のパソコン講座受講生募集についてのお知らせです。プラザエンジョイスクールでは2月のパソコン講座の受講生を募集しています。火曜日木曜日5回コースと水曜日金曜日5回コースがあり、それぞれ午前、午後、夜間の3つの時間帯でワードやエクセルなどの基礎から応用までレベルに合わせて学べる合計6つの講座を用意しています。丁寧で分かりやすい指導が好評で、初心者でも安心して受講できる内容となっています。対象は高校生以上で、会場は十勝プラザです。受講料は4000円で、その他テキスト代が必要です。申し込みは1月24日金曜日までに十勝プラザへ。詳しくは十勝プラザ電話 22-7890 へ問い合わせください。続いて観光課筒渕さんからのお話です。1月31日金曜日から2月2日日曜日までの3日間、緑ヶ丘公園を会場に帯広氷祭りが開催されます。会場では氷の滑り台や回転そりはもちろん、カーリングや馬そりなど帯広ならではの冬を氷や雪に親しんで楽しめるイベントが盛りだくさんです。毎年注目を集めた人やキャラクターをかたどり、写真スポットとしても人気の市民氷雪像には今年からミニ雪像が加わります。市内の小学生が制作した表情豊かな氷のお面も並ぶほか、インスタ映えもバッチリの氷彫刻は初日に限り制作中の様子が見られます。また氷の彫刻で作られた光り輝くアイスカフェのほか、十勝のグルメが大集合するアイスマルシェも実施しますので、会場で温かいグルメをご堪能ください。初日2日目の夜は花火大会で会場を盛り上げるほか、手作りの紙ランタンが灯り、暗くなった会場が幻想的な空間に変わります。どなたでも無料でご参加いただけるランタン作り体験は1月25日土曜日、26日日曜日と、氷祭り当日の1月31日金曜日、2月1日土曜日の計4回開催されます。ぜひご家族お友達をお誘い合わせの上、温かい格好でお越しください。皆様のご来場をお待ちしております。詳しくは帯広氷祭り公式ホームページや Facebook、Twitter をご覧いただくか、帯広の祭り推進委員会事務局電話 228600 へご連絡ください。最後に第31回親と子のワクワク音楽会についてのお知らせです。親と子のワクワク音楽会は、小学校低学年以下のお子さんとその保護者の皆さんを対象に、オーケストラの生演奏を親子で気軽に楽しんでいただくため毎年開催しています。クラシックの定番曲などのほか、夏空やアナと雪の女王の主題歌など馴染みのある曲を演奏します。また楽器体験コーナーを設けていますので、開演前にバイオリンなどの楽器を実際に演奏することができます。日時は1月26日日曜日、楽器体験は午後1時15分から午後2時15分まで、音楽会は午後2時30分から午後3時15分までです。場所は帯広市民文化ホール大ホールで、入場は無料です。事前申し込みは不要ですが、当日満席の場合は入場できないこともあります。詳しくは帯広市民文化ホール電話 23-8111 へ問い合わせください。帯広市役所からのご案内でした。